さあ本日も動物の森やっていきたいと思います。今日もちょっとした検証をやっていきたいのですが、今日は後半の方にやっていきたいと思います。住民たちと交流していきましょう。まずは豚。会いたかったよアミーゴ、それはそうと僕に話したいことがあるんだろう。ドド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 、世間話でもねえアミーゴ、よかったら今度僕の家に遊びに来ないかい。まあ今度だったらいいですよ、今度ね。今はとりあえず忙しいんで。あ、今日今度言うたやろうが。とりあえず2時に設定しておいてボイコットしまーす。タッコさん、うわー、何が面白い、そんなアニマル浜口か、お前は。おしゃべりしようよ。ミッサンって釣りは得意だっけ。おいら最近スランプ気味なんだ。髪の毛、代わりにミノカサゴを釣ってきてほしいんだけど、聞き受けてくれるか。ミノカサゴか、タコがミノカサゴ欲しいのか。なんか複雑な会話ですな。しずえ、エジプト、トイレ、連行。静江さんがエジプトのトイレ行ったら連行されたみたいな感じになってんじゃん。さて今日もね、公共事業の撤去を行いたいと思います。今日は最近建てたばかりの花壇でございます。花壇の場所を変えて別のところに作りたいなと考えておりますので、ここの花壇を撤去したいと思います。えい、はい、確かに2640ドル受け取りましたと。比較的安めですね、花壇の撤去は。で、今日はこの辺で公共事業関係は終わりと。たぬきちのデパート?違う、たぬきちの店とデパート行かないといけないんだ。赤いキツネと緑のタヌキってことで、最初はタヌキチさんのお店ですね。お家の増築ができていたみたいなんですね。まあ俺まだ見ていないんですけれども、今回は498,000ベル、撮影外でバッチリ稼いできたんで、今日一括で返しちゃいたいと思います。早速行きましょうか。ペッペッペリコペッペペリコってことで、貯金してあるんですね。預け入れてあって568,000ベルあるんで、498,000ベル、引き出すと。あ、これ預け入れんのか。引き出すんだね、ごめんなさい。498,000ベル、バッチリ引き出しの後にローンの返済と。どんだけタヌキに金払ってんだよなぁ。だだ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 てぃ。お客様のお借り入れ残高はございません。ご利用ありがとうございました。よかったー、お家のローン全部払いよったー、タヌキ。赤いキツネと緑のタヌキ。いや、僕はどっちかっていうとドンベイ派なんですけれどもね。お家のローン全部膨れてありがとうございました。また来てもらいたい。だん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 だそうね、今の宮田さんのお家ならお部屋を広くするのがいいと思うんだもん。ちなみに広くするんだったらこの辺がいいと思うけど、ということで、1階の奥、これがラストになります。1階の奥の部屋を広くするんだもんね。それなら598,000ベル。こいつに金を払う最後の金額だ。任せておけ。島で虫をたくさん稼いできて、一括で後で払ってやるからな。待っとけよ、タヌキ。腰痛部、よせーレイ。おら、マブ、楽器だぜ、これ、楽器。あ、エアコンついてる。あ、でもエアコンは持ってたな。リビングについてたな。青いベンチじゃなくて、この、飛び箱じゃない、椅子じゃない、木箱じゃなくて、これはチェロ。あれ、俺、チェロだっけ持ってたの。バイオリンだったっけ。いや、チェロ持ってた気がすんだよな。いや、わかんねえ。とりあえず安いから買っておく。うわ、記憶が乏しいな。ちょっと後で確認しに行きます。はい、今日はいろいろやることがあるんですよね。次は、オードキャンプ場に行きたいと思います。オードキャンプ場に、とある住民をアミーボカード使って呼んでいますので、会いに行きたいと思います。ちょっとね、欲しい格があるというか、まあ、家の中のその、なんだ?リフォームじゃないですけど、なんだ、言葉が出てこない。模様替えだ。模様替えをしないといけないので、とりあえず家具を集めようということですね。ウィス、パニエル、お久しぶり。来てますね、車が。あれ?これ、ラコスケじゃね?もしかして。あ、おう、俺は食わねえぞ。俺は食わねえって。うい、うれー、うらー、うー、いねえぞ、お前。いなくなったぞ、うらー。うら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 、うら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 。お前いないぞ。なんもいねえぞ、うらー。ひひひ、うれうれ、うらうらうら、うらうら。
お邪魔しまーす。ということで皆様、この方ご存知でしょうか。ラムールさんです。こんにちは、お邪魔してるわよ、アリンス。ここはとてもいいところね、この村私好きかも。ありがとうございます。ただあんたはすませませんね。はい、家具が欲しいんですけど、なんかここら辺のキッチン家具、僕の部屋の右側がキッチンにしようと思っているので、まあなんかいい家具あるかなと思ったんでオーダーをしたいと思います。見ていきますか。あ、キッチンの壁っていうものがもう存在してあるんですね。いや、そうだな、キッチンの壁ではないけれども、まあいっか、これは別のもんでもできるし。お、インドカレーなんだな。ウォッシュスタンドはいらないな。ガラス付きスクリーン、あ、これいいかもな。これ一個オーダーしておこうか、なんか使えそうで。あ、これ厨房のコンロか。これいいなと思ったんだけど、厨房感出ちゃうよな、そうなると。調理台も違うし、パエリアもいらないし、欲しいのはこれなんですよ。まな板のセットですね。これをオーダーしますと、もう一個、間仕切りクローゼット。間仕切りクローゼット。あー、なるほどね。いや、でもこれもいらないな。うん。今回は二つだけにしておきましょう。ありがとうございます、ラムールさん。また何かあったら呼びますね。はい、ということでやってまいりました。我が家でございます。ちょっとね、札束で隠していたこっちの部屋がキッチンになっております。うい、キッチン。前釣った竜宮の使いもね、こう置いてあるんですけれども。まあ、こんな感じなんですよね。これが、なんだ？一応、まあ、食器洗ったりする台所みたいな感じなんだけど、別に調理する場所ではないんだよなって考えたら、調理台もありなのかな、コンロもありなのかなって思って。でもこれがあるんですよ、代わりに。でもこれあってこれもあったら変な感じすると思うんですよ。せめてどっちかかなって思ったんで、こっちを、あれ、これオーダーしたんだっけな、忘れちゃったけど、これを一回なくしますね。あとね、小物がね多すぎるんですよね。どうしたらいいかな。このお好み焼きもぶっちゃけいらねえな。これもね、あのパニエルのところでもらったんですよ、チケットと交換で。これもまあいらないとして、そうだな、コーヒーメーカーとかコーヒーセットはマスターからもらったんで置いておきたい気もするんですが、ってなると、このなんかピクルスみたいなやつ、これもいらないな。このタイかな、タイもいらない。多分これは買ったやつだから。フルーツの盛り合わせもいらないっちゃいらないんだよな。結構ね、キッチンの周りにありそうなグッズがたくさんあるので、こうあれもこれもってなるとね、置ききれなくなっちゃうんですよ。非常にこう誘惑が多いですね。コンロ、調理台、どうしよう。いや、どうしようかな。頼んでおくか。どっちか一個頼んでおくか、後で。頼んでおくとして、このテーブル置いてあるのは、まあ、なんていうか、食べれる場所も作っておきたいっていうか、後に椅子とかも頼みますし、テーブルももうちょいいいやつと頼もうかなと。今取り急ぎこの青いテーブルを使っているんですが、なんかいい風にしていきたいなと思って。あの仕切りも、なんかこう、キッチンと食べる場所とで分けたいなと思っていたんで、その仕切りとしてはいいのかなって思います。こいつがここにあると、後にこいつを食べますみたいな感じになるよね。まあ、とりあえず、なんかもう一個頼んできます、ラムールさんのところ行って。あとはチェロの確認ですね。いや、チェロっぽいな、これ。めちゃくちゃチェロっぽい。うわ、チェロだ！かぶっちまった。なんだよ。てっきりバイオリンかと思ってた。まあいいや、これは誰かにあげるとしよう。ひとまずじゃあ調理台の方を、オーダーしたいと思います。すごいなんかキッチンっていうよりかは、本当に厨房感がすごい出ちゃうんだけれども、まあまあいいでしょう。これで妥協したいと思います。さあ、時間を変えて深夜の8時58分にしてきました。この時間帯の検証って言ったらもう一つしかありません。豆粒デパート、よーつぶー、え、すいません、いいだろもん。笑顔が怖いよ、つぶちゃん。また来たんか、お前みたいな顔してるんですけれども、今日は、園芸コーナーにいたいと思います。園芸コーナーにいれば、こう、時間までね、延長してくれる、もしくはレイジ君が注意してくれるんじゃないのかなと思うんですね。まあ普通に、なんだろう、つぶちゃんに言われるかもしれないんだけど、全部こうつぶちゃんに任せるっていうのもレイジ君よろしくないと思うんですね。レイジ君も多分
豆つぶちゃんより年上だと思うんですよ。もうおんぶに抱っこじゃないですか。もともとはね、こう別々でお店やっていたのに合併することになって、園芸コーナーをこうやって構えさせてもらって、で園芸コーナーに僕がいて、そこでこいつが注意しなかったらもうおんぶに抱っこすぎる、そんなんダメ、怠け者と言ってもそこまで任せちゃダメと、明治くんの気持ちもこうしっかり見たいと、検証していきたいなと思います。さあもう少しで9時になると思うので、レイジ君がこうしっかり注意してくれるのを待ちたいと思います。お前かーい、しかも距離俺半分切れとるから、レイジ君ずっと見るな。豆粒は今日も強かった。